メイン州の軍配置図メイン州の軍一覧はアメリカ合衆国メイン州内の軍の一覧である。メイン州内には16の軍がある。下はアルファベット順である。メイン州が州に昇格する以前はマサチューセッツ州の一部でありメイン地区と呼ばれていた。1820年3月15日、ミズーリ打ー協の一部としてメインが州に昇格した。マサチューセッツ州時代に 現在の16軍のうち9軍がその領域を確定していたので、州の歴史より古いことになる。州設立の1820年以降であっても、州の北境界はイギリスとの間に論争が続き、1842年に調印されたウェブスターアッシュ条約によって決着され、北部の軍も公式の形態になった。アルーストック軍のほぼ全域は論争のあった範囲に、 入っている。最初に設立された軍はヨーク軍であり、1652年にマサチューセッツ湾植民地がメイン南部の領有を主張していた地域を治めるために設立した。1860年ノックス軍とサガダ北軍が設立され、この2軍が最新のものになっている。人口の多い軍は州の南西部、大西洋岸に位置する傾向にある。 面積最大の軍はアルーストック軍など、大型軍は和内陸にある。軍名は、イギリス、アメリカ及びインディアンの起源のものであり、植民地以前、植民地時代、また州成立以降の歴史を反映している。次の一覧は、アルファベット順である。また、人口は2010年国勢調査による。州内の多くの小学校では、メイン軍の歌を教え、 州内16軍の名称を覚える一助にしている。戦慄はヤンキー・ドゥーグルと同じである。いくつかのバージョンが存在する。ありがとうございます。